おはようございます。駅来たんやけど、もう結構余裕持って出たつもりが、普通にもうすでに搭乗時間過ぎてます。完全やらかしたわ。まあいや、しゃあない、乗り損ねたので、朝飯食います。めっちゃうまそう。エビ、イカ、これで70バーツやな。790円ぐらいか。まあまあちょっと高いか。なかなかボロいね。いやー、これに7時間やられるのはきついわ。まあ頑張ろう。でも扇風機しかないです。エアコンなし。フリーダムで視聴者の方にお会いしました。こんにちは。こんにちは。一緒にグラブ乗ってます。頑張りましょうね。頑張りましょう。神戸から来て、神戸から仕事で神戸から来て、それで今日弾丸で夜行電車で帰る。この試合のためにフリーダム来てもすぐ帰るでしょ、はい、あ、そうです。やば。で、山形のサポーターで、あ、山形と一応甲府も好きで、それでなんかせっかくだから行こうかなみたいな感じで。すげえわ。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。いや、なんか海外でかいな、なんか。あ、やばい。わ、お、結構おる。甲府サポ結構いる、すごい。やば。うわ、かっけえ。サッカー専用だ。3万4000人らしいですよ、入る。マジかっこいい、これ。結構来てんな、甲府サポ。すごいな。頭おかしいって。やばい。すげえ。なんか俺らが迎えられたりするんじゃない。工学的に。俺何もしてないよ。すげえ。あれか、あれバスか。やばいわ。なんか規制が全然、警備員とかも全然いねえからこうなってこともなってる。すごい。警備員が少なすぎるだろ。いや、この人たちは本当にすごいわ、マジで。なんでこんなことできるんやろな。俺金沢でもできる自信ないけど。いやー、マジすごいっす。甲府サポめマジ500人ぐらい来とるみたいな。相当頭いかれてますね、マジで。で、チャーリーナ、素晴らしいスタジアムです。まだ中入ってないけど、ちょっと一回今からホテルに荷物置いて、ホテルすぐ近くなんで荷物を持ってまた戻ってこようかなと。多分往復で30分弱ぐらいで行けるんで行きます。横にね、サッカーコートもあって、本当にいい雰囲気。なんか、タイって、まあ、暑いけど、すごいなんか結構綺麗でね、バンコクとかもそうなんだけど、東南アジアにしてはかなり綺麗な方なんで、すごいいい国だなって思いますね。お、着いたわ。スタジアムから約徒歩12、3分。今日の宿、ドゥカーティバイクホックス。今日つうか、もうだいたい1週間ぐらいいるんですけどね。いいね、アメニティも結構。揃ってますね。もうこれ全部使っていいんだ。なんか大体のものありそうやな。すげえ過ごしやすそう。いい感じです。ちょっとロッカーかなり小さいけど、すごくね、ベッドも綺麗で、中もかなり掃除されていて、コンセントも2個ある、ライトもなんかあるっぽい。あ、すごいいい感じで、ベランダもあってすごく綺麗だし、撮ってたらすげえ涼しい。あ、風通しもすごくいい。ライトアップされてすごい綺麗だと思うんで、すごい楽しい滞在になりそうです。1週間。トイレも綺麗な。シャワーもちゃんと綺麗なのが2個ありますね。まあお湯が出るかどうかは知らんけど。かっこいいな、このなんかチャンピオン、南国っぽいエントランス。すごい。ならではって感じ。入ったんだけど結構独自のルールがいっぱいあります。なんか水を中に持って入っていうことで、すいません、できないらしく、ここに置いとけと。だから水飲みたびにここ戻ってこなければならないという感じらしい。これ多分セキュリティの問題ですよね。
ビールとか飲んだら感覚が暴れ出すからこうなったんでしょうね。すごい暑いわ。スタッフの人も大変だわ。スタッフの人もあえて氷を、黒い袋を使ってくださいみたいな、で氷使ってくださいって言ってます。素晴らしい心遣い。もうなんかこれを持って入ったらダメみたいな、ね、危険物ですみたいな、これで人を殴打するっつうんですかね。やばいね、はい、アウェーだね。これは持ち込み OK になりました。クラブの運営の人が働きかけてくれたらしいです。最高です。うわすげー来てんな。すごいここだけ盛り上がってるわ。フリーラムホーム側そんなやね。人来れんのかな。やっぱ平日やから人来れんのやろ。サポーターの方に借りました。山本は すげえ、ありがとうございます。3-0 やばいね。いややばい。これ J2 でもなかなかないんだ。確かに J2 でもないわ。すごい。今完全に東進んでめちゃくちゃゴールデンタイム。超いい気持ち。やばいわ。言葉にならねえ。すごい。なんかもう全然いける気がしてきたわ。すごいわ。楽しい。すげえ盛り上がってるわ。今に立ってたら一緒になった。チューチューパホレオレパホレオレオレもうちょっと首位首位これ勝てます。シートパー吸い取った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 吸い取
いやありがとうございます。あ、いえ、とんでもない。はい、いただきます。ちょっと顔映さないですけど。すいません。ありがとうございます。いただきます。おごっていただきました。こんなでかい、俺飲めねえ、こんな。ナイスゲーム、センキュー。センキュー。センキュー、ありがとう、ありがとう。オープンクラブ。すごい、スタジアム周辺に、サッカーしてることが、屋台とかあってめっちゃ楽しい。やばい。ナイトマーケット来ました。すげえ、停電したわ。やば。ああ復活しました。最高の雰囲気です。あ、can I take a movie? OK。おお。いい。だね。おお。だね。あ、美味しい。Good。だね。How much? 20。最高です。今日の晩飯は肉の串焼きと謎の蒸しです。ビール。いただきます。うん、香ばしい。海苔みたいな味する。めっちゃうまそうこれ。やべ、めっちゃうまそうこれ。うまそう。やば、60バーツとねえやつ。めっちゃ辛いこれ。最高。乾杯。ナイトマーケットで乾杯。おごってもらいました。ありがとう。やば。終わりました。いやー素晴らしいもの見た。マジで最高。最高の夜。まあ今こっち現地9時なんですけど、なんか最後までむしろいてはいけない気がして、あれは甲府サポのためのものなので、俺はちょっとやっぱ帰りました。まあ酔ってるっていうのもあるんですけど、結構酔いが回ってるんで結構きついなっていうのはあるんで早退します。羨ましい本当に。バンフォーレ甲府の皆さん本当おめでとう。いやー最高だフットボールは。ブリーダムも素晴らしい街、アメイジング。でもやっぱさ、やっぱ俺思うんや、本当にさ、甲府がやってることってすげえことでさ、なんかあの国立にいろんなサポーター来てるみたいな、で甲府のサポーターの方から応援してくれてありがとうみたいな言ってるじゃないですか。逆なのよ、 ACL みたいなすげえ舞台を甲府で経験させてくれて、 J2 のチームが経験したらどうなるかっていう、そういうことやってくれてんのよ甲府は。むしろこっちの方がありがとうで、応援させてくれてありがとうで、最高だマジで、羨ましいわ、ブラボー。いつか制限もこの舞台に立とう。よっしゃ。